まゆめさん、メッセージありがとうございます。今回はですね、マルチリンガルという言葉が出てきましたね。確かにミスターまゆめさんはマイアミにお住まいになった経験も長くてね、いろんな言葉が使えるんだろうなと思いました。マルチリンガルですか、すごいですね。私もね、やっぱりね、2カ国語とか3カ国語とか4カ国語使ってみたいなと思いまして、英語も勉強しましたしね、お茶の間留学のノバで、それからドイツ語も大学で学んで、あとスペイン語も大学でやったんですよ、専攻したんですよ。スペイン語がね、大学で選択できるところっていうのは結構珍しいんで、あの大学だなってピンときた方もいると思いますけども、私はこのね、語学を使って何かね、一つ自分のビジネスの突破口をとは思ったんですけども、その前に稼げるようになったんで、なんか覚える記録がなくなっちゃったんですよね。もう今は完全にね、 Google 翻訳をやったりとか、検索辞典を使ったりとかしてね、なんとか海外の PDF ファイルも読めております。ただやっぱりね、人に翻訳して聞かせるほどのレベルじゃないんで、ちょっと私はできるとまで言わないですね。自分でなんとなくうっすらぼんやりと4割ぐらいわかるかなみたいな感じですよね。それでもね、結構情報量が広がりまして、日本語しかやっぱ読めない人よりは情報量はちょっと多いのかなと思います。ということで今回の結論なんですけども、日本語しか使えない人は情報弱者、日本語以外のせめて英語だけは使えていきましょうってことですよね。英語っていうのは26億人ぐらいの方が使ってるそうです。で、地球の人口が75億人いるとしたら、そうです、4分の1ぐらいの情報がカバーできるってことになりますよね。でも日本っていうのは、日本語っていうのは1億人ぐらいしか使ってないんですよ。っていうことはすっごくマイナーな言語なんですよ。で、こんなことではね、世界75億人の情報にはなかなかリーチできませんので、少数派ですから、ですんでね、日本語しか使えない方っていうのは、英語のね、LINE のメッセージとか来たら翻訳を待つでしょ。もうその時点で食われちゃうんで、私はね、やっぱり複数言語を理解する、もしくは英語の文章が送られてきても、やっぱりね、1時間ぐらいで翻訳できるぐらいの力はいるんだろうなと思います。なんせ我々は情報化社会に住んでますから、情報の解析能力がないといけないんですよ。大事なことは大体英語で書かれてます。日本語はあんまり当てにならないと思いますよ。では以上です。